はいどうも、カモです。今回はゲーミングデバイスで有名なレーザー社のヘッドホン、クラーケンプロ V2 オーバルを購入したので使っていきたいと思います。今まではエレコムのデュアルドライブのイヤホンを使っていたのですけども、ヘッドホンを使いたい衝動に駆られまして、せっかくだからいいものを買おうとレーザー社の製品に手を出しました。感想としては非常によく足音が聞こえます。また方向もしっかりわからない、とてもいいヘッドホンだと思いました。まあ足音聞こえてもエイムと立ち回りがクソなら所詮ノイブなんですけどねまあ、ここまで台本なんで、ここから適当に喋るから喋っているのですが、ちょっとね、ゲーム内音声が大きすぎて、ちょっと、声がね、ちゃんと聞こえないっていう事案が発生しているので、まあまあ、音楽をかけながら、まあ適当に流しているので、おっとなんか通知が来たぞっていうね。まあそんな感じなんでよろしくお願いします。というわけで本編どうぞ。さーて、やっていきましょうかね。ここから撃たれてた。クソリスか。とりあえず何かあればクソリスのせいに。こんなん分かるんだけど、この絵だな。しかもこっちもか。ああ、瞬間移動された。あと瞬間移動やめてくれ。心臓に悪いから。そっから来るんだけど。逃げられた。そっから頭出してたりするとこ大丈夫か。 OK 倒した。待って、落ち着こう。和解を求めて、和解を求めれ、和解を求めるなり。そんな文法はありませんそんな文法はありませんつって。いたなぁ。さてはここリストボーンだったな。自分が住んでるから頼りしないけど、スネークキルしたい。スネークキルしたい。おい、嘘だろ、味方さん。せっかく近づいたのに。頑張るしかない。負けた。草。今のうち負けるのはマジ草生える。あ、ヘッドでやれなかった。こっちだ。やだ、味方の足音でマジ聞こえねえ。やだな。こっから来ると、あーもう。はぁ、嘘だろ？今ヘッド入っただろ。なんかよ。痛い、ん？どっから撃たれた？後ろか？あ、どうも。こんにちは。待ってね。えい。三河屋でーす。ダメで。にもいた。こっから見えんの知らんかったんかいみたいなね。あー、そこもいるんだよな。来た、来そうしたな。やだな。そいつがっつり打ち込んでいくスタイル。あ、なんかフラグ飛んできたし。フラグはダメだよ、危ないから。人に爆発物な。人に爆発物つく。なんか、頑張ったから。問題だから。OK？ まあ、味方は聞いてくれちゃいないから。ちょっとね。チーズ、どうも。ポリスがいな。なんだろうね。カモか、そうだね。通りすがりのカモでーすって。銃弾ぶっ放してくるカモ、怖えな。あ、なんかヘッドオンした気がするんだけど。あら？シンプルにお亡くなりになられてるな。嘘だろ？マジかよ。さっきから言ってることは嘘だよ、マジかよ、しか言ってねえな。草。今のエイム力はマジで草生える。ここにいるとこっちは逆っぽいんだよな。
うわ、フラグ切る。私特に何もしてませんけど。こっち側にない。ファル使ってやるときないけど、怖いものないからな。最悪。こっちは消したし。そこもいる。ああ、だな。移動打ち満点。まだいるし。ヒットはしたけど、やれないか。オッケー、危ね。めっちゃ隠ついたけど、やれた。これ、フラグ投げ込まれたら死ぬやつや。なんでスナイパーいんの？何スナイパーって怖いわ。あ、私は味方だ。さりげなく AK 撃っただろ。私には聞こえてるぞ、銃声が。あ、ここ登れない。あれ、ここ登れなかったっけ？いや、登れたわ。味方さん発射された。これはね、助けに。助けに行くか、キルがくださいっていうね。死んだー。うわー、サップかよ。ファルとかファルじゃねえから。唐突な、謎の。はい、イグザだが。もうサップファルはファルじゃねえから。上から失礼しよっかな。取られたかってそう怒るなって。成功。痛い。二段目もらった。二段目いただきました。さて、早いと解散するか。思っていることはない。今って何か良くないってね。敵のやる気が落ちるんだね。まあシンプルに敵が来ないってフラグが飛んでくる。いや、恐ろしい。そして残り3分だかまだね、その、キューレが。特に何もしないっていうね。ここは40キロくらい出せよっていう。あ、いいヘッド戻する。いや、いいですね。マジで足音聞いてないけどさ、おいおい、みたいな。足音聞いてやりましたっていう動画なのに、足音聞いてたらどういうことだっていうね。おっと、なんか撃たれたぞ。これ来るか。ああ、君落ちしてくれた。なかなかやるじゃないか。だが私の勝ちだ。足音聞いてるからね。やっぱ足音のアドバンテージマジやばい。痛え。撃ってきたな、てめえ。いや、それ F ケースだから見えたら撃つんだけどさ。いや、なんかフラグ飛んできたな。さあ、足音。戦いな。後ろいたし、前もいたし。後ろいたし、前もいたしって言うね。ダメじゃんっていう。やっぱさ、足音じゃ測れないものもあるんですよ。わかる？わかる？わかる？って言うの。うわぁ、なんか嫌なものがいっぱいいたけど。あっねー、ナイファー。あれは完全にナイフやりに来てるよ。マジやべえわ。怖いよ。心臓に悪いよ。たくさんナイフカット。中国の方は多分いらっしゃいませんね。あなただけですよ、多分ないですよ。いしょ。さあ、どうか。もうフラグ飛んできた。危ないよ、フラグ。投げ、だからね。カットしたね。いい心臓落としてきてやばいから。痛えよ、ボケ。エスケープ持ってかれたな。いやな、なんでそこに。いや、なんで、なんで。いや、これだから TDM はリスポンクソって言われるんだよ。だからこっちインボった方が強い。マジでね、インボった方が強い、このゲーム。このゲーとかのさ、ヘッドいただき。皆さん、おやりだー。こいつは敵だ。僕に敵いるぞ。大丈夫か。大丈夫です。カバー入れませんでした。ごめんなさい。あ、KD さんだ。まあ、よく聞かないでした。あ、やべ。
やらかした。これはやらかした。これは最後の最後でやらかす。え、マジかよ。ちょっと出してくれ。助けて。誰か助けて。もうやだ。まあ、ジジイ。これでジジイは終わりか。まあ、このとこかな。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。